一度の認証で OK シングルサイン4。おはようございます、マサルです。今回はシングルサイン4について一緒に勉強していきます。それでは早速今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート平成30年春問い91。シングルサイン4の特徴として適切なものはどれか。あ、データの処理や保存などがサーバー側で行われ、端末内にデータが残らないので情報漏洩対策として効果的である。 E、 データを保存するときにデータは複数のディスクに自動的に分散配置されるので可用性が高い。 U、 パスワードに加えて指紋や交際による認証を行うので機密性が高い。 A、 利用者は最初に1回だけ認証を受ければ許可されている複数のサービスを利用できるので利便性が高い。どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は A、 利用者は最初に1回だけ認証を受ければ許可されている複数のサービスを利用できるので利便性が高い。こちらが正解です。それでは解説をしていきます。シングルサイン4とは、利用者が最初に1回だけ認証を受ければ許可されている複数のサービスを利用できる仕組みのことを言います。シングルサイン4を利用することによって利便性を高めることができます。シングルサイン4を使うとどのように利便性を高めることができるのかを説明するために、まずはシングルサイン4を使わないとどのようなことになるのか見ていきましょう。例として、こちらのユーザーは3つのサーバーを使って仕事をしているとします。サーバーというのはクライアントからのリクエストに応じて何かしらのサービスを提供してくれるソフトウェアやコンピュータのことを言います。例えばファイルを管理してくれるファイルサーバー、メールを使うためのメールサーバー、ホームページなどの情報を提供するウェブサーバーなどがあります。これらのサーバーを社内で利用するときには誰でも利用できるようにしておくととても危険です。誰かがファイルサーバーにアクセスして機密情報を持って行ったりする可能性がありますからね。そこでサーバーは利用者を認証して正規のクライアントのみが利用できるようにしておきます。例えば接続してくるクライアントをパスワードなどを使って認証して正規のクライアントであるかを確認します。認証して問題がなければサービスを提供します。各サーバーでクライアントを認証することで大切な情報資産を守ることができます。しかしこのようなシステムを作るとある問題が出てきます。それがいちいちサーバーを利用するときに認証をしなくてはならない、つまり面倒くさいということです。セキュアな環境では利用するサーバーごとに別々のパスワードを使うことが求められます。その結果ユーザーとしてはいろんなパスワードを覚えなくてはならないのでとても大変です。そんな問題を解決してくれるのがシングルサイン4です。シングルサイン4を利用した場合、シングルサイン4のサーバーでクライアントの認証情報を管理します。クライアントは最初にシングルサイン4のサーバーにアクセスして認証を行います。シングルサイン4のサーバーで認証を行い、正規のクライアントであることが確認できたら認証 OK の印となるデータを送り返します。この認証 OK の印になるデータをもらったクライアントはその認証 OK のデータをサーバーに送ることでクライアントが利用できるサービスを利用できるようになります。つまり最初の1回だけ認証を受ければ許可されている複数のサービスを利用できるようになるということです。クライアントとしては利用するサーバーごとに認証する手間を省くことができるので利便性が高まっていると言えます。次にエピソードとして、管理者としてもシングルサイン4は嬉しいという話をしていきたいと思います。シングルサイン4がない場合、利用するユーザーはサーバーごとにパスワードを管理しなくてはならないのでユーザーが大変ですというお話をしました。しかし大変なのはユーザーだけではありません。ユーザーは大量のパスワードを管理しなくてはならないので、どうしてもパスワードを忘れてしまう場合が出てきます。パスワードを忘れた場合、利用者は管理者にパスワードの再発行を依頼することになります。管理者としてはパスワードの再発行の対応をしなくてはいけないので面倒くさいですよね。何度も何度もパスワードを忘れてしまう人がいた場合、管理者の負担が増えて、その結果怒った管理者がユーザーにしっかりパスワードを管理してくださいと伝えたりします。そうするとユーザーはユーザーで、
パスワードがありすぎて管理しきれないんだよと言って怒り出したりします。シングルサインオンを使えば今回紹介したエピソードのようなことが起こらず、職場の雰囲気も良くなるかもしれませんね。それではここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート平成28年春問い93、シングルサインオンの説明として適切なものはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解を発表します。正解はい、最初に認証に成功するとその後は許可された複数のサービスに対して利用者が都度認証の手続きをしなくとも利用できるようにする仕組み、これがシングルサインオンです。もう一問挑戦してみましょう。 IT パスポート平成23年秋問い85、一度の認証で許可されている複数のサーバーやアプリケーションなどを利用できる仕組みを何というか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。これは簡単ですよね。正解はあ、シングルサインオンが正解です。それでは最後に復習をしていきましょう。 IT パスポート平成30年春問い91、シングルサインオンの特徴として適切なものはどれか。正解はえ、利用者は最初に1回だけ認証を受ければ許可されている複数のサービスを利用できるので利便性が高い、こちらが正解選択肢です。その他の間違い選択肢についても見ていきましょう。あ、データの処理や保存などがサーバー側で行われ端末内にデータが残らないので情報漏洩対策として効果的である、こちらは新クライアントの説明です。新クライアントの新というのは薄いとか厚みがないという意味を持っています。ハードディスクや SSD などの記憶領域をなくして必要最低限の機能に制限された機能を新クライアント端末と言います。データの処理や保存がサーバー側で行われるので端末内にデータが残らずセキュリティの面で安全性を高めることができます。次はい、データを保存するときにデータは複数のディスクに自動的に分散配置されるので可用性が高い、こちらはレイドの特徴です。例えばデータを保存するときにディスク A とディスク B に同じデータが保存されます。もしディスク A が壊れてもディスク B にデータがあるので壊れても安心ということですね。使いたいときに使うことができるので可用性を高めることができます。次はう、パスワードに加えて指紋や交際認証による認証を行うので機密性が高い、こちらはバイオメトリクス認証のことを言っています。バイオメトリクス認証については過去動画シャープ10のバイオメトリクス認証で詳しく説明しているのでそちらもよかったら見てみてください。それでは今回はシングルサインオンについて一緒に勉強しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。このままのペースだと2024年の1月4日に5万人達成の見込みだそうです。ギリギリ達成できないペースになっています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。